こんにちは。こんにちは。今回ですね、スリルファでいつも行ってた島ですよ。もう10年前からこの島行ってた。ゆうたろうとね、いろは名乗る前にも来てるよ、ここには。うん、この島の方たちのお話もあり、思い切ってアピールして、観光につながればいいなというところで、プランを作ってみたのよ。はい。プランを。この世界遺産黒島で、佐世保の九条島、一番でかい島ですよ。この島で、好きなだけ存分釣って、2泊3日。船にも乗りますよ。うん、で基本的にもこの島の磯で全部釣りますから。はい。でしかも釣った魚をね、お店にも持ち込んでね、いいもの食ったね。はい、取りました。もう伊勢エビも食ってますよ。他にもね、アワビだのサザエだの、もう飯テロ状態ですよ。ちゃんと釣れて料理をしてもらえたかどうかはちょっと動画を見ても欲しいところですけども、まあ、今回のね、目玉はね、世界遺産の釣り旅でもありますけど、バイクでもあちこち行ってね、人相いろんなところ巡って、はい、観光チックな釣り旅になっております。うん、何話か続編になりますけど、見ていただければ幸いですということで、特別編のオープニングがこの後流れますので、ぜひ見てください。本編スタートです。ナイスナイスナイス、来たー。お芋取ったんね。おー、うわ、うまそう。6.5 ね。はい、一発目が10時で、10時50分ちゃう。カーフェリーなんで、そういう時はこうやって車検証持ってね、大人1人分までついてるんですよ。で、ゆうたろうの大人1人分入れて、このロアの止めた目は往復ちょうど1万円ぐらい。1万円ぐらい。わー、ちょっと楽しみだね。今日ゆうたろう夜伊勢海老か。伊勢海老よ、伊勢海老。豪華バンバン。ワクワクだ。それで一泊で1万円よ。1万円でよかと思う。やばくない？やばかね。1万円いくとかな、いかんとかなって感じだったよ。1万円前後ってやった。都会では考えられない金額と思いますよ。そうね。もう本当に都会の人たちね、憧れの生活どこにあると思うよ。海産物大好きな人にはたまらんくらいになってますから今日。ああ、たまらんやろね。釣り好きで。じゃあ行こうかね。行きましょう。ああ、上陸だ。到着。世界遺産黒島に上陸でございます。上陸して早々なんですけどね、ここがウェルカムハウスってとこさ、ここここでバイクとか貸してもらえるんですよ。おお、なるほど。バイクも借りるぞ。バイクに乗ってね、水槽もお点検がチェックインしてブラブラしてで行きましょうか。はい。じゃあ旅館にチェックインしよう。左車線よね。チェックインるよ。島内このバイクだけでね、多分1時間ぐらいでもう一周で行くけんね。どっちですか？聞こえるか？はい、どっちやったっけな、多分右やったと思うけどな。多分右、うん、多分右、ね、右行きましょうか。はい。うわ、綺麗そう。綺麗だね。いいね。菊屋旅館、湖岸遠かったっけな。いや、多分ここまで行っとらんって思うよ。ちょっと待って、調べてみ。あ、だいぶ通り過ぎと。そい、多分人ん家とかに行くとやなこと。ちょっと興味津々じゃない？こっちどこ行った？これ何個でも、これ行ってみようか。行ってみてよかよ。めっちゃ綺麗だね。意外と発見があったもんね。どこに？わからんよ。ゆたろうさん的にどうですかこれ？おそらくさっき右側にも家あったんで、左側にも家があるんじゃないかと思います。なるほど。いそう。いそうじゃない。おうわ、ほら、ここ展望台じゃないかな、ここ。テーテテ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 テ
どうも。こんにちは。今日よろしくお願いします。お願いします。納豆。今日釣りに行ってこようかと思うことですよね。はい。7時半ぐらいに後半でもいいですか。はい。はい、お願いします。ちょっとご飯楽しみにしてます。はい、はい、お願いします。伊勢海老が食べるサザンカさんです。ちょっとお弁当も買いましょうかね。はい、こんにちは。こんにちは。あ、どうも。はい、おー、これお弁当、お弁当、おー、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。もうぜひね、いらっしゃる方はコンビニで買うのもいいけど、島のお弁当食べてみてください。美味しいですよ。うん、島のかき揚げとかでね、かぼちゃとか、人参とか、健康そのものと思うよ、本当に。健康そのものやろ。島で採れた食材ば食べたっけ。うん、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。バイクから車に乗り換えて、釣り竿が運べないからね。見たろ。ん？そこまで腹くつもんよね、私ね。そうっすね。あの、そこば歩いていこうっていう腹ですけど。尋常じゃなかぞ、あそこ。なんかさ、うん、ところどころ濡れんばこだ感じのスポット。ここら辺やろ。そうそう。こっち側も悪いっちゃあれさ、この辺も。あ、そうね。まあ、もうちょ反対側のあっち側。そこ行こうか。あ、そっち行く。おー、着いたよ、ほら。この磯を歩くよ。えい。わー、綺麗。なんか生き物おらんかな。水の綺麗か。おお。あそこでするよ。あそこで。これね、中身ね。ほんと全力でね。みんな来てねーって言って、一緒に釣りしましょうつって、その日も一緒に行って、みんなさんと一緒に釣ることもできるわけで。まあ、今後そういったこともよこかなと思ってたわけがね、コロナでなんか難しくなっちゃったね。あ、サビ食ったがよかったよ、もう寝まんぱい。はい、お弁当。ありがとうございます。海向いて食わんぎ、食わくかもしらん。サザンカさん、いただきます。600円なり、島の商材を使ったお弁当ですよ。これね、コンビニで600円買っても、これね、こんな優しいお弁当ないよ。いただきます。うん、甘っ、うまっ。コンビニばっか食うよっけんね、どっか行くときはさ。こういう母ちゃんの弁当みたいなのってやっぱりよかよね。うん、美味しか。皆さん言っとかないか。もしここに来た時にさ、オーションの時とか途中沈むとですよ、日常に入ってくる時にさ、あっち沈んでっけんが帰られんもんな。知らんうちにあっちの沈んで渡れんごになるっていうパターンになるけんが、気をつけてください。ごちそうさまでした。サザンカさん、美味しかったです。美味しかった。お腹いっぱい。うん、釣り場に来たらゴミは持ち帰りましょうね。持ち帰りましょう、ちゃんとね。はい、よーし、やろっか。言うだろう。ちょっと火の上がったもんな。間違って釣り場吸ってこんかな。あの多いのジンクス、ルアーは次々に帰る。あんまり釣りおらんときやもんね。これって一個決まって、そういえば投げ続けるとき大体釣れようときやもんね。ナイスナイスナイス、ゆうたろー。おい、マジかよ。来ましたよ、来ましたよ。さあ、来てた。はい、しています。マジかよ。もったいなかった、マジで。マジかよ。ちょちょ、続け続け、行こう。ゴヒラおるね。どんまい、もう一匹。ここの沿い、ゆうたろくんがするでしょ。いいですよ、取っときますよ。いや、せん。さあ、ゆうたろさんの吸っとこばすわ。あそこだけ。あ、せんですよ、そりゃ。と見せかけて、うん、声で食ってくるけど、ちょっと悲しかろう。でもさっきバレたけんね。もうみんな伝達の言っとよ、連絡もの。普段見らんとにやすい。うん、なんかちょっと違うやつ食ういかんぞ、つって。暑かバカンゴ出すか。ちょっとこれは尋常じゃない暑さ。赤潮。赤潮やね。釣りやね。巻いたこれ。イカ追加？せもありやね。今ジュースは一気飲みするなら何番飲みたか。せーのでよか。せーの、ファンタ。
もろ音なし。ひざら水なべ、ほら。ほら、水入っとるよ。こいな。匂いはせん。まあ、水やろね。なんか見たことなかった字の書いちゃう。24、上矢印、月って書いちゃう。暑っ！アホっすか、これ。そう、ゆうたろ、ひらすずけ。ひらやったろね、わからんけど。まあ、ひらやろな。ありてみなにわからんけど、続き。まあ、ひらやろね、まあ、味。味。味じゃなかった。絶対味じゃなかった。サバ。ちょっととりあえず一匹大根釣らんけ、あの宿で食べさせてもらえるっていうサービスがあるんですよ。釣ったものは料理してもらいたいんですよ、僕は。はい、いつもだいたい料理して出す側なんで。そうね、二人どっちかに釣った魚が食いたい。うん、食いたい。暑い、もう暑い。なんか話した後常に暑いっていうことなんだけど。さあ、場所移動してきました。よし、行くぞ。よっしゃ、晩飯、晩飯、釣った魚をさばいてもらう。イカ？も？わかめ？ヤリイカのようなわかめ。これ聞くやるかのおかみさん、これ料理してくれかな。あそこめっちゃ良くないもんね。はい、てってれー、てってれー。よしよし、あー、結んだところから間違えて。うん、こんね。どうしよっかいだろう、これやばいね。服屋さんに持っていくお魚がないぞ、ゆうたろう。もうちょっと向こうに歩いてみようか。やばいよ。初日がちょっとおかしな動画になっちゃうよ、これ。バレて終わりの回になっちゃうかもしれない、これ。あっちだ、やばいよ。あー、なんで。うわ、びっくりした。びっくりした、ゆうたろう。うわ、やっぱタコやん。ちょっと待って、タコ、タコ。タコだ、タコだ。おおい、タコはそっち行くなって。もうちょっと、もうちょっと遊ぼうさ、タコ。おい、タコ、タコって、タコ、タコ。おい、歩く歩く、歩く歩いて歩いて。こっち来よ、俺の方行けよ。俺、ほんと遊びたかったから、おいでおいで。こっちに置いておいで。こっち、こっち置いておいで。こっち置いておいで。おいおい、カメラ。タコはね、規則でね、取、うん、っちゃいかんっていうところの大加減ね。まさかあのタイドプールに君がいようとは。あんまり取り高なかったけんが。そこにおいしゃい。よし、ハリズで色も変えて、わからんごなっけ。あ、見え見え、どこ行ったタコ。あれ、どこだ、どこだタコ。あれ、どこ行った。入手やったぞ。どこだタコ。タコどこにいるのかな。さあ、言えるやないかい。さあ、取れ高があんまりにもないので、タコの映像でもご覧ください。ちょっと厳しかかもしれんすもん。はい、来たー、さあ、うわ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 。すいません、遅くなりました。おお、マジか、うわうわ。これ一人前、これでお値段は宿泊付きで。いけんよ。